にちは。こんにちは。お名前を教えてください。内野正弘です。どういうことをやってるんですか？コンセプト型のシェアハウスを作って、世の中に新しいライフスタイルを提供していきたいと思ってます。で、今はどんなことをされてるんですか？例えばシングルマザーの方が集まって子育てを助け合うシェアハウスですとか、ここ X ガーデンのように、起業家が集まって切磋琢磨して、自分たちの夢を実現させることを早めていく、そういった環境を作っています。X ガーデンっていうシェアハウスなんですけど、もうちょっと詳しくどういうものか教えてください。はい、起業している方、それから起業したいという方が集まってですね、モチベーションが高い方々同士の交流から、学びや刺激を、共有して、自分たちの夢の実現を早めていくといったシェアハウスになっています。設備的にはですね、セミナールームがあって、そこで毎週のようにですね、外部のいろいろなジャンルのプロフェッショナルの方がセミナーをしてくださって、でそこにまた外からですね、モチベーションの高い方が受講しに集まってきてくれていますので、ここに住んでいるだけでたくさんの、起業を目指すモチベーションの高い人たちとつながっていける、そういった場になっています。またですね、起業に関係するいろいろな会社様たちが協業してくださっています。例えば起業家スクールをしているビジネスバンク様であったり、グロービス様、それから北島会計事務所様、などですね、起業していくにあたっていろいろなサポートをしてくれる会社様たちが協業してくれて、サービスを提供してくれているので、ここに住んでいるだけでいろいろなサポートを受けることができるようになっています。シェアハウスというと作ってそれで終わりじゃないと思うんですけど、最終的にどういう、なんかなるのがこう最終形というか理想ですか？そうですね、やはり今40人のですね、すでに会社を経営されている方、それからこれから起業したいという方が集まっています。でその中で、私もですね、シェアハウスに住んで9軒目なんですけども、不思議なもので、住んでみると非常に友達と家族の間のような、信頼関係が生まれていくんですね。でその信頼関係があるからこそ、普段の異業種交流会などでは話せないような深い話であったり、自分の本当に大切な人を紹介し合うであったり、本当の協力体制、仲間を作っていくことができると思っています。まあ、そういった中で、本当の仲間を広げていっていただくこと、それから出会うきっかけとしていただくこと、それから今度企画しているんですけれども、プレゼン大会を通してですね、投資を受けるチャンスを得ていただくこと、また自分のプランを早く見つめていっていただくこと、そういったことが可能になる環境を目指しています。でやはり皆様がですね、ここでどんどん起業という目標を達成して、そこから自分のビジネスを軌道に乗せるというところまで掴んでいっていただきたいと思ってます。じゃ最後に、今自分が一番必要としている、なんか求めていることがあったらお願いします。はい、どんどんですね、ここでプレゼン大会など企画を、実施していこうと思っていますので、外部の優秀な起業家の方々、どんどん遊びに来ていただきたいと思っています。ここに住んでいる方とつながっていただいて、ここで受けるサービスを中の方以外にも外の方にも提供していますので、そういったモチベーションの高い方々が集まる、住むだけではない、コミュニティとして、ここをもっと育てていきたいと思っています。よろしくお願いします。はい、私ですね、今はシェアハウスをテーマにいろいろなライフスタイル、いろいろな、そのターゲットの方々にしか受けないけれども、その方々にとっては最高の住まい環境というのを増やしていきたいと思っています。ただですね、このシェアハウスが持っている人とのつながりをこんなにも簡単に得られて、自分の暮らしを豊かにしていけるという力というのはシェアハウス以外のところでも活かせると思っています。例えば10年後にはこの日本の建物が全部シェアハウスになっているということは難しいのですけども、やはり一戸建てに住んでいる方、分譲マンションに住んでいる方
なども、こういった暮らしを求めるようになると思っています。でその時にですね、国や地域と協力して町全体のコミュニティ設計、コミュニティ作りをしていきたいというのが夢です。はい、何年後ぐらい続けていいですか？5年後には第1弾をやりたいですね。ありがとうございます。